ホームページで見て、うん、東京インターハイスクールが自分に合うかなと思ったので入学しました、うん、自分で、うん、自分のペースで学習を進められるところがいいなと思いました。音楽とか英語も、まあ、どれも楽しかったんですけど、一番はそうですね、CTE のコントラクトが一番楽しかったです。私は宅建士の勉強を独学でして、試験にも合格することができました。あとは、英語ですね。準1級の試験を受けたり、英検準1級の試験を受けたり、あとはトイックを受けたり、あとはそうですね、翻訳ボランティアをしてみたり、あとはハリーポッ、私が好きなハリーポッターの原書を読んでみたりしました。そうですね、アメリカの歴史が大変でした。アメリカの通信に関する資料がとても少なくて、県立図書館にこもって調べてやっと見つけました。ただ私の場合は、私の大好きな大草原の小さな家シリーズという小説の内容を取り入れたので、それは楽しくもありました。そうですね、自分では気づかなかった自分の長所を見つけて励ましてくださる存在でした。例えばレポートをまとめたりっていうのは、どちらかというと自分の中では苦手かなと思っていたんですけど、木村先生が褒めてくださってとても嬉しかったです。自分の夢はシンガーソングライターになりたいという夢があるので、その夢に向かって音楽活動をすることと、あとは地道に勉強をして資格を取ったりすることです。インターハイスクールでは、自分でコツコツと計画を立てて実行すること、特に時間のやりくりをすることが身についたかなと思うので、それを今後の学習に生かせていきたいなと思います。東京インターハイスクールでは、自分のやりたいことに思いっきり打ち込める学校なので、皆さんもぜひ自分のやりたいことに思いっきり自分のやりたいことを思いっきりやってみてください。